明けましておめでとうございます。聞かせないよそんなで切れましたね。そんなで果たして、今かかった曲はですね、福山雅治のですね、平成7年2月6日、福山雅治10枚目のシングル、26歳の誕生日ねに出る福山雅治の Hello 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 のテープなんですけど、そんなで始まったとさあこの歌の出だしは一体何でしょう。そんなわけない。あ、すいません、そんなこと言うなよ。あとはもしかなんだろうな、そんな風に言うけど俺だって大変なんだぞいろいろありますね。いろいろ考えられます。だけどまだ聞かせませんね、引っ張るから。いや、しかし明けまして本当におめでとうございます。9年中はね、皆様からのですね熱いご支援によって私、なんとか去年1年を乗り切ることができました。いやね、これ本当ね大事なんですよ。意外と俺ねやっぱ思いますけど、やっぱり皆さんのご声援あっての私でございますか。これがない、あるとないとさ、えらい違いだよ。あるとないとって簡単に言うけど本当にないとさ、まずコンサートをやるっつってもチケット売れないね、レコード出すっつっても買わない福山テレビ出るっつっても見ない、ラジオやるっつっても聞かないね。だからみんながこう何かしら興味を持ってくれてるから、なんとかこう過ごせたようなもんだよね。本当ありがとうございます。まあそういうね、福山雅治1995年になりました。1月の2日、いよいよ今年も始まりますね。まあ本当、ちょっと堅苦しいご挨拶になるかとは思いますが、本当今年もですね、昨年同様、いや昨年同様ではなく昨年よりさらにパワーアップしていきたいと私は思っておりますので、皆さんもですね一つ熱い声援でですね、私のこの1年間をですね見守っていただきたいなというところで、新年の挨拶に変えさせていただきたいと思います。それじゃあ行ってみようかね。新年スペシャルで、新年スペシャルね、今日はすごいよ、いろんなゲストも来る、ゲストが2人来るから、バーターで行ってみましょう。福山雅治のオールナイトニッポン新年スペシャル。ということでさ、みんな初日の出見た？僕はね、初日の出は見てません。日の出っつっても初、そうだね、まあ太陽が沈みかけた頃初夕日は見たんですけど俺大体毎年ね正月でさ、でまあ今年もねバッチリね正月でちょっとね夜更かししすぎちゃったんだよ。紅白見て。紅白見て。今年はあれだったね。引き分けだったね。残念だな。あとやっぱレコード大賞ね。取ったね。奥村千代。あなた好みのあなた好みの女になるわ。取ったね。あとは新人賞で、新人賞誰だったかな。あれだ。ひねる牧前と、ひまわり。ひまわり違うってまあそういう去年年末からね結構僕バタバタしつつ、本当にギリギリまで仕事があってですね、ね正月になってるわけなんですけど、皆さんは本当にいかがお過ごしでしょうかね。まあこの時間はねきっとみんな起きてると思うんで、今日は最後まで聞いてしゃぶたいね。じゃあ行ってみましょうね。福山雅治のオールナイトニッポン、この番組はポニーキャニオン、ブルボン、BVD 富士坊、東芝 EMI、バスガイ製菓、ヤクルト、株式会社 SNK、マニブックス、内蔵ドリンク、MCA ビクター、辻調理師専門学校グループ、ABEX トラックス、ローソン、以上各社の協賛で東京有楽町日本放送キーステーションに全国33局ネットでお送りします。これだ来た。今日は新曲だ。3連発でかけるぞ新曲。新曲で3曲入りなんだよ。1月11日からオンエアの最高の仮想文の主題歌、福山雅治で Hello。 正解届きましたよ、福山雅治の新曲 Hello。
フルコーラスでかかったのはあれだよ、日本放送が宇宙初解禁だから。うん、テレビではさ、番宣っていう告知のやつがあるじゃん。フジテレビが流してる、今度1月11日からこういう、新しいドラマが始まりますよーんっていうんで、サビの部分だけがかかったと思うけど、フルコーラスはやはりこと始めがあり、山本さんのオールナイトニッポンからだろうという。いかに僕がこの番組を大事にするか分かるよなぁ。いや、でさ、その新曲なんだけど、さっきも言ったけど2月6日、発売ね、26なんだよ俺、いよいよ。野獣だよな、もう。26になると思わなかったけどな、デビューしてもう、22年目か。デビューしてさ、でも今度のシングルで10枚目になるわけ。でこれは一般売りじゃないんだけど、業界プロモーション用に、プロモーションキットを大体いつも作るのね。で、いつもやってくれてるプロデューサーのグーフィー森っていうのがさ、何しろ贅沢なことをやるのが好きで、それは俺もそうなんだけど、贅沢、お金かけて贅沢なものを作って、それをなんつうんだろうね、なんかの儲けのためにやるんじゃなくって、業界宣伝用だから別に何の儲けにもならないんだけど、あ、すごいね、福山とかはこんな、金かけていいもの作ってんだって、そのいいものを作ってんだって姿勢を見せるためになんかそういうのでお金をかけるみたいなことよくあるんだけどさ、今回作ったのが、カセットテープ、大体プロモーション、業界プロモーションっていうのはまずは媒体に配るのはカセットテープの方が多いね。でそれを2本入れるわけ。1本はその新曲、3曲入りの新曲のカセットテープ、そしてもう1本が、僕の1枚目から9枚目のシングルをつなげたテープのね。で、まあ、一応その歴史、俺は歴史とは言いたくないんだけど、記念なんだよね、だからね。俺だから、その中にコメント文を直筆で書いてさ、なんでこういう風に、今回2月6日発売することにしたかとか、で、そういうコメント文を書いたのね。で、まあ、その文章っていうのがさ、僕はね、そもそもね、あれなの、そういう祝い事とか記念日的なものっていうのが、歌って好きなタイプなんだよね。いや、例えばさ、恋人とは初めてチューした日じゃないけど、大体そうだとよくあるじゃん。で、男は覚えてないけど、まあ嫌いじゃないんだ。で、クリスマスとか正月とかお盆とかっていうのはまたちょっと別なの。それなんでかっていうと、あれ、最初に決められちゃってんじゃん、もう。だからそれで祝わなきゃいけないみたいな感じだから嫌なんだけど、だけど自分自身にとって、自分で勝手にこう記念日を作って、それを自分で祝うっていう、その、大いな自己満足。それがすごく好きでさ、でついでだからそれをじゃあ、発売っていうことにもつなげちゃえみたいなさ、でみんなで祝ってくれと言わんばかりのそういう風にしちゃったんだけど、で今回11月ぐらいからまあレコーディング始めてさ、ツアーが終わったら9月半ばだったから、最初は何しろ体がさ、曲とか詞を書く状態になかなか切り替わんないんだよね、これが不思議と。コンサートずっとやってたから、コンサートの体になっててさ、ほんでなんとか、いろいろね、うちの周りには優秀なスタッフが多いですから、ね、まあ、グーフィー森なり、いつも一緒にね、アレンジやったり、手伝ってくれてる斎藤誠さんとかね、に手伝ってもらって、まあ、なんとか完成したこの3曲入りの CD。やっぱり2曲入りが多かったんだけど、祝ってくれって自分で言ってんだから、やっぱり3曲ぐらいやっぱ頑張って作んなきゃなと思ってさ、で、なおかつそのサイズも普通の CD サイズなわけ、シングルサイズの大きさじゃなくって普通の12センチ版っていうんだっけ、12センチ版にしたわけで、写真も大きく使ってもらいたいって、ちょっと前話したけど、その鳥取の砂丘の方に行って、世界の巨匠上田昌司先生、81歳と思ってあの写真を何しろ大事に使いたいっていう、なんかね、あるらしいよ、本当はポラロイド1枚もし売るんだったら10万円ぐらいするんだったら、で焼きで1枚もらうと1枚80万とかっていう値段がつくらしいのね、それをもちろん僕はもらうんだけどね、売るかあ、売らない、で、そういうふうにこう今回は本当ね、その自分自身のためにこう贅沢をさせてもらったっていうのはすごい高いかな、だから
俺この間のクリスマスもそうだったんだけどさ、クリスマスの日にまたギター買ったんだけど、自分に欲しかったのにクリスマスプレゼントっていうかさ、なんかそういうの欲しいんだよね。うん。でまあ今度2月6日にね、新曲を3曲になります。一つはその最高の片思いというフジテレビ系の、ドラマの主題歌になっていると。そして、次におかけする曲はですね、これまた新しい側面の曲なんですけど、今回ね、これ曲斉藤誠氏作曲の曲です、ね。誠さんはですね、いつも僕と一緒にやってくれてて、いつも僕の新しい曲をどんどん引き出してくれる、すごく、信頼のおける、先輩でありパートナーであり、ミュージシャン、僕と一緒にやってくれてるミュージシャンでね、なんかちょっと新しい側面がね、曲では出てるし、歌詞はね、まあ、エッチ系だし、この曲をですね、続いては聴いていただきたいと思います。福山雅治ね、パーパーパー。今3000年の眠りから一人の男が目を覚ました。片手にウクレレ、心に札束はシルクハットに袈裟姿、恐れ山からやってきたその男の名は田尻正治福山。職業ペテン師、いや占い師。推定年齢73,026歳。ウクレレ占い師田尻正治福山。揺れ動く日本の行方を占うべく、1995年新春ここに見参。もういいよね、このわけわかんないわけわかんないこの BGM。私が田尻正治福山じゃ。悪いが福山雅治のオールナイトニッポンを数分間ジャックさせていただき、放送ジャックではない、これから95年揺れ動く日本の行方を占って信ぜよう。カーペチン手花心しき。それではまずは来年の首相ちょっと漢字が読めない。首相、来年の首相、次は一体誰が首相になるのか。これで占ってみよう。ウクレレウクレレウクレさん、来年の首相は誰ですか。もう一回お願いします。出ました、横山ノック。もう一度聞いてみましょう。本当に横山ノックでいいんですか。言ってますね。言ってます。ウクレレ占いさん言ってます。さあ次です。95年、円高はいくらまで進むのか。ウクレレウクレレウクレレさん、円高はいくらまで進むんですか。え、もう一度お願いします。5円と言っております。本当に5円ですか、ウクレレさん。5円に聞こえました、はい。さあ続いては95年、ブルセライメクラに変わる流行りのエロ、ね、流行りのエッチ産業はなんじゃ。ウクレレウクレレウクレレさん答えてください。出ました、逆ソープ。はい、逆ソープと言っております。これは一体何かと問われたならば、え、これって逆ソープとは一体どういうあのソープなんですか、ウクレレさん、ちょっとお答えください。ああ、今のをですね解読するとですね、男の方が女の子にセックスをしてあげるお店であると言っております。それにちょっと私ウクレレさんと一緒にちょっと喋ってみましょう。男の方が女の子にセックスをしてあげるお店よ。出てますね、来てます。
そうですか。さあ続いては1995年再結成しそうなビッグアーティストは、今年再結成、いや去年94年は再結成ブームでしたからね、イーグルスしかり、あと誰でしたっけ。まあいろんなビッグアーティストがね、ビートルズも再結成ねしたとかいろいろありました。さあ来年は一体どんなビッグアーティストが再結成するのでしょうか。ウクレレよウクレレよウクレレよ、答えておくれ。あ、出ました。もう一度聞いてみましょう。来年再結成しそうなビッグアーティストは、あ、今年ですね。今年、失礼しました。今年再結成しそうなビッグアーティスト、こう言っております。安志清、聞いてみましょう。安志清言っております。さあ続いて95年、今年ヘアヌードを出すのは誰だ。あ、これはですね、あの去年の暮れの方ではあの高岡早紀さんがですねヘアヌード出しましたからね、ボーンとですね、95年のヘアヌードは一体誰でしょう。ウクレレウクレレウクレレさん、答えてちょうだい。誰ですかウクレレさん。志保、いやそれはウクレレさん、それはもう出してるんじゃないですか。ウクレレさんもう一度聞いてみましょう。え、あ、志保ではなくユーミン。そうですか、そうだったんですかウクレレさん。わかりました。それはですねぜひオールナイトニッポン、ね、ポニーキャニオン日本放送出版から出していただきたいと思います。え、怒られませんよね僕ね、大丈夫ですよね。え、あのビッグですから、あの多分ウクレレさんのおっしゃったことですからね。さてそして最後に95年、流行るギャグ流行語は何かと、これを占ってみたいと思う。まあ94年は、同情するなら金をくれ、すったもんだがありましたね。さあ95年流行る、流行語はなんだということで、ウクレレウクレレウクレレさん、答えてちょうだーい。え、ちょっともう一度、ちょっとウクレレさん、あ、わかりました。95年に流行る流行語、ハロー。あ、そうですか、それ僕の新曲じゃないですかウクレレさん。そうですか、じゃあ95年の流行歌、流行り歌は、あ、違う、間違った、ハロー。あ、そうですか、どうですか、95年の流行る人は誰ですか。あ、福山雅治。そうですか、わかりました。どうじゃったかな。お気見上げにこの番組のパーソナリティ福山雅治さんやらの95年をわしの弟子に占わせておいたので、このキャラクターのまま私は福山雅治という男の歌を紹介してやろうと思う。その流行人になる福山雅治の3連発新曲の第3弾になるシングル曲の中の第3曲目。いや、まあこれ正確には2曲目に入ってる曲だが、福山雅治得意のバラードらしいな。うん。ウクレレ占いのこんな曲じゃないぞこんな曲じゃないぞと、私の弟子福山雅治の曲を紹介したいと思う。福山雅治でそのままで。はい、どうも田島雅治さんね、どうもありがとうございました。あ、しかしあの田島雅治さんもですね、いろいろ大変ですね。あの正月早々ね、ウクレレ界の神と交信して、さて代わってはですね、田島雅治さんの弟子の人が占ってくれたという、これは一体何占いですか。ダイヤモンド占い。
うさんくさいですね。これ、本当にあれいらっしゃるんですか、この方は。ああ、そうですか、うさんくさいですね。私、福山雅治の1995年の運命を占ってもらったんで、聞いてみましょう。ダイヤモンドで占う福山雅治の95年、独自の価値観を持ち、センチメンタルな性格、情にもろく好きな相手にはありったけの愛を注いでしまう水亀座。今ダイヤモンドの奥に赤い光が見えています。95年は波乱の1年になるでしょう。女優とのスキャンダルがあり、今ダイヤモンドの奥に U と W の文字が浮かびました。この女性には要注意です。望まぬ結婚問題にまで発展するかもしれません。さらに金銭関係のトラブルも見えてきました。事務所との独立問題など、プライベート以外も波乱が起きそうです。ただ音楽分野に関しては光が差してきました。ミリオンセラーが出るかもしれません。はい、弟子の方が占ってくれた1995年福山雅治の運命ですけど、これは言ってる喋ってる人とバックの音楽に関してはすごくうさんくさいですけど、内容は本当なんですか？あ、そう、ダイヤモンド占いって誰？ダイヤモンドユカイさんじゃないだろうね。あ、そう、何、女優とのスキャンダル、 U と W、 U って言えばやっぱユーミンだろうね。あと、やっぱ W って言ったら和田アキ子さんだよね。そうか。でも、女優か？いや、すいません。あとは独立問題。まずいよ。これはまだ地下で進んでんだからね。会長聞かれたらまずいよ。あと、ミリオン。あ、ミリオン。そう。ミリオンセラーが出るかもしれない。欲しいね。ちょっとミリオン。あとは、なんつうの？結婚問題？思わぬ結婚問題。だってさ、ほら、なんつうの？俺、来年26になるでしょ？ 26 ぐらいになって、何かそういうのが、こう、スキャンダル的にこう持ち上がったりすると、必ずさ、結婚はいつですかとか聞くじゃん。気が早いよね。待っとれと。ねえ。そんなもん、そう決まったら決まったでいいじゃねえかというね。気が早いよな。うん。なるほど。じゃあ来年は、ユーミンと。あ、来年じゃない。今年は、ユーミンと、和田さん、ね。和田弁だったら嫌だな。W。あ、和久井恵美さん。おー、いいね。U は？あ、内田ゆき。あ、いいね。若いのがいいよな、やっぱり。だってな、うん。あ、浦部久美子だから違うって。W はちょっとまずいだろう。やっぱ和田アキ子さん。ねえ。まあ、来年じゃない、今年のね、1995年、ね、まあそういうちょっと浮いた話の一つもありゃいいですけどね、楽しみにしたいと思います。どうも本当ダイヤモンド占いの先生、ありがとうございました。ここでですね、福山雅治のオールナイトニッポンにたくさん届いた年賀状紹介したいんですけど、いやありがとうみんな、俺年賀状なんてもらったの、まあ番組ね、まあやってりゃ来るけど、でもこうやって改めて年賀状を手にするとやっぱ嬉しいもんがあるよね。お年玉付き年賀はがきだから当たってんじゃないかな。今年は何があれなんだろう、また自転車とかかな。意外とさ当たんないんだよね。いや、マジで。意外と当たんないんだよ、こういうの。そうですか。ちょっと、まず、ちょっと一枚読んでみましょうね。大阪府、重岡美希さん。福山さんのライブを見たおかげで、その前にあれがあるんだ。金河新年。ね、
昨年はいろいろお世話になりました。ありがとうございます。来年も何卒よろしくお願いいたしますという、その、まあ、普通のね、文章を書いてあって。福山さんのライブを見たおかげで私の望む方向が分かった平成6年。今年は、イノシシのように突っ走って、福山さんにぜひ、お礼状をかければなと思っています。福山さんも私に追いつかれないように、と言っても福山さんの後ろ姿は私の、今の私からは全然見えませんが、今年も突っ走ってください。まだ立ち止まる時ではないんですよ。いろいろな福山さんを今年も見れることを楽しみにしています。そうですか。一体どういう方向に行くんでしょうね。これ、楽しみですね。まあ、今年はイノシシ年ということで、うん、何？アントニオ、イノシシ？ああ、いまいちだな。イノシシ年か。イノシシ年なんてあったんだ。意外と知らなかったな。あとちょっとたくさんもらったから、お名前ね、できる限り紹介しましょう。長崎市のですね、小笹、清子さん。広島県広島市のですね、広川、高見さん。降りた、安江さん。大阪市のですね、家元正代さん。愛媛県北野。まゆみさん。ねえ、ほんとその他たくさんの方からいただいてね、お子様の写真かなんかを、つけてきてくれた人、ね、いるんですよ。静岡県のですね、石上きみかさん、まほちゃん、りくくん。あれ？これなんか電話で出なかったっけ？なんか出たような記憶あるんだけどな。3人で写っててですね、お部屋で写ってて、で、バックにはですね、僕の大道のポスターが貼ってあってですね、なんかこういうの嬉しくない？主婦の方にもかかわらず、こうやってさ、部屋に、ポスターが貼ってあるっていうのはなんか嬉しいね。お正月を歌ってください、お正月なのでって書いてありますね。ちょっと歌ってみましょうか。お正月ってどんな歌だっけ？もういくつね。もう、あ？キーがわかんないぞ。ん？これだ。もういくつ寝ると、わかった。もういくつ寝るとお正月、あれお正月にはタコあげて駒を回して遊びましょう。早く来い来いお正月。いやー、ウクレレだ。今日はハワイからの生放送でお届けしております。福山雅治のオールナイトニッポン。ほんとね、お年玉付き年賀状はがきありがとうございました。僕ももう10年ぐらい、お年玉書いてないけど、お年玉じゃない、年賀状を書いてないけど、年賀状をもらう気持ちというのはなかなか嬉しいもんでね、本当に中学校の頃とか、クラスの女の子から年賀状が来ると、きっとあいつは俺に気があるはずだなって思っちゃったりしてさ、で、俺もちょっと気のある、女の子に小学校とか中学校の頃とか年賀状出したりしてたよな。うん。いや、本当にたくさんの年賀状ありがとうございました。それでは、ここで一曲聴いてもらいましょう。なんでもこの曲はあれらしいね。売上金がすべて、エイズの、方に寄付されると、ね、いうですね、素晴らしい企画の曲です。桑田佳祐&ミスター・チルドレンで奇跡の星。いやー、正月といえば、正月といえば晴れ着だ。晴れ着の帯をぐる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 ーっとぐるーっと引っ張って、あーれーというふうに女の子を裸にしたいと思ったことはないか、ヘビバデ。そう、バカ殿みたいにだ。そう、バカ殿みたいに俺はどうしてもやりたい。もうすでにやる前からよだれが出てしまっているぜ。それも今朝初夢で見て思わず無性思想になってしまった私であるが、それじゃということでやってみたいと思う。今夜この私のこうわがままで傲慢で独裁主義的なこの企画に参加してくれる
水着ギャルのお二人に来ていただいた。そう、天下の星。双子ですか。はい、双子です。双子、あ、一卵性ですか。はい、はい、そうですか。一卵性ソーセージのソーセージと言うんですよね、普通ね。そうですね。美味しそうですね。まさに、正月のですね、お歳暮ですか、正月は。ね、お歳暮には、ソーセージ、ね、気持ちのいいものを選びましょう。演歌の星、ゆうことやよいさんだ。はい、こんばんは。明けまして、おめでとうございます。ありがとうございます。もうすでに、はい、ゆうことやよいさんはすでに、はい、お着物の浴衣になって。そうです、浴衣ですよ、正月なのに。水着だ、夏場だよかなと思うよ。こんな格好してますよ。知りですね、もうすでにですね、はい、お着替えになっていただいた。双子でいらっしゃるんですか。そうです、30分違うんですよ。30分違う、ゆうこの方が先に、はい、名前があるんですけども、30分後に生まれたんですよ。あ、じゃあ妹さんになると。そうです、弥生さんの方が、うん、30分お姉さん、姉。弥生さんはですね、今日はですね、ちょっと白にですね、筋彫りのようなですね、筋彫りといってもちょっと危ないですけどね。筋彫り、すいません。歌舞伎みたいな格好ですね。歌舞伎、紺色のですね、こうラインというかね、模様の入った割とシンプルな、浴衣でのいでたち、そして黄色い帯、帯の帯、いいですね。いいですね。いい。そして、ゆうこさんの方が、はい、ブルーですね。まあ色で言うところのですね。ちょっと藍色っぽいブルーですね。藍色っぽいブルーですね。で、お花はこれは百合の花ですね。百合ですよね、きっとね。百合の気分で来てますけど。百合の気分で。はい、ちょっと詳しくわかりませんが。このお二方がですね。え、今日は下着は一体何を？履いてません。履いて、いいです。いいですね。いえ。言わせないでください。着物は着ないんですよ。いやいや、そうですか。つけちゃいけないんです。僕は着物じゃなくても履いてないんですけどね。普段からですけど。僕はそうなんですよ。ノーパンなんですよ。ファンが喜んじゃいますよね。いやいやいや、そんなことないですよ。ドキドキしちゃいますよね。風邪ひきませんか。じゃあ、お互いノーパニズム宣言ということでですね。ノーパンブラザーズということで、今日は、ゆうこ、シスターズですよね。すいません。今日はですね、ゆうこと。歪んできました。もう歪んできました。楽しい。大丈夫ですか。いや、もう、まるで、夢の中のような。はい。それじゃあですね、ゆうことやゆうさんにですね、これは、今、ずっと、この歌で頑張っているという、この歌を歌っていただきながら、船橋音頭ですか。ね。はい。お二人とも船橋の生まれだったりとか。いや、たまたま B 面に入ってる歌なんですよ。カップリングで。あ、そうなんですか。宣伝させてください。なんだ。いや、じゃあ、どんどん全然宣伝してるんですよ。船橋温度と。そうですよ。54万人都市の、ご当地ソングで。はい。はい、そうなんですか。ご当地ではもうすごい大フィーバー。もう大フィーバーで。はい、おかげさまで。船橋温度が。行きたいと思って。あ、もう任せてくださいよ。全国33局ネットですからね。数字もですね、ラジオ界では珍しく 28%。はい。ラジオではですね、テレビの場合はですね、視聴率が 1%、100万人ですけど、はい、ラジオの場合はですね、聴取率って言うんですか、1% 約50万人と言われているんですね。大変なもんです。大変なもんです。乗ってますね、正月だから。いや、もう、音の気分で、ババンバン。ババンバン。ババンバンバン。意外とですね、はい、ゆうことやよいさんもですね、はい、ノリがね、非常に、素敵なノリで。ちょっと音声大丈夫です。映ってます、秋山さんに。映ってるかもしれない。あ、そうですか。いや、もう僕はですね、早く脱がしてしまってですね、このスタジオの中が暗くならない感じです。もう私も脱ぎたいなと思ってるんですけど、じゃあですね、はい、早速この船橋音頭を歌っていただきながら、私、ゆうこさんと弥生さんのですね、帯をくる、もう引っ張りながらですね、くるくるくるとですね。あるんですか、本当に。いや、ありますよ。これ、どっからほどけるか。ご存知ですか。そんなの関係ねえのさ。てめえ、バシバシバシ、ドンドンドンって。コツがあるんですか。そんな、うまくほどける。コツがあるんですか。うまく、きれいにほどける方法が。いつもほどいてもらっちゃったりしてんじゃないですか。どうなんすか、ゆうこさん、どうなのよ。あれは知りません。意外とゆうこさんたらね、顔に似合わず。ねえ、意外と成人派が売りかと思ったんですが。すごいですね。反対なんです。全然違います。割と。という、そうですね。じゃあですね、今日はまあ、温泉落とそう気分でですね、ちょっと私多分うまく外すことができないかもしれませんけど、そこはですね、一つ
お姉さんとしての手ほど器用ですね。若い青年に、そうじゃないのよ、マサハルと言いながら。来ましたね。来ましたね。もう、スケベ野郎なんすよ、思って。それじゃあ、それじゃあ、ゆうことやゆさんに歌っていただきましょう。カモン船橋音頭。はい、今日はですね、正月ということで、おとそ気分でですね、ゆうことやよいのお二人に来ていただいております。どうも。ありがとうございます。めでたい。めでたいですね。とんでもないハプニングのお仕事から始まって、今年。いや、もう。1年間心配になっちゃいます。これからどうすんの？いや、こんなもんじゃないです。こんなもん。いや、そうですか。でも、お二人が双子だとは僕はもう存じ上げておりませんで。そうですか。テレビでは、合ってません？テレビでですか？よく見てますよ。でも、福山さんが26歳ですよね。はい。私たちデビューして13年だから、中学校。ゆうこさんと弥生さんはじゃあ、3つの時にデビューしたんですか？おかげさまで。割と早いですね。早熟だったもんね。早熟ですね。そうなんですか。そうです。じゃあ、あれですか、お二人は、さっきも言いましたけど、船橋ではなく、どこの出身になるんですか？岩手県の。水沢の隣の山を見越えた、はい、山っていうところの、もっと山を越えた。さらに山を越えた。そうです。日本の秘境と呼ばれているという。そうですか。でも温泉がいっぱいあるとこだから。岩手といえば、あれですか、花巻とかが岩手ですよね。そうです、温泉がいる。そうですね、はい、宮沢賢治。そうです。宮沢賢治行きましたよ、僕、この間、イーハー東部でしたっけ。そうですか。盛岡とか花巻のあと宮沢賢治記念館ってあるじゃないですか。なんかお仕事多いんですか？私もコンサートツアーかなんかでですね。ぜひ何回も来てください。地方の方でですね。岩手を中心に。結構あれですか？でも黙ってないんですよ全然。黙ってないんですよ岩手弁で喋るって言われちゃうと変にこう構えちゃうんで。まあ普段は標準語なんですよね。お二人ですか？違いますか？ちょっと黙ってきましたけど。ぜひ今日はですね、岩手トークでじゃあ、お願いしたいなと。岩手弁というのがありますよね。はい。まあ夜はおばんでかすとかね。本当ですか？おばんでかすとかね。おばんっていうのはでも京都の方じゃないんですか？おばんでげすっていうのは、おばんでかすっていう、岩手県だ。そうだ。そうだ。おはようございます。朝は、ハエガスって言うんです。ハエガス。ハエガスって言うの。早いなや、ほぎんのが。幼稚とか、ごつとか早く起きるからね。おぎんのが早いでか。なんだ、ついていけないんだよね。俺結構得意なんですよ、東北弁。どちらですか？ご出身はどちらですか？僕ですか？僕は長崎なんですけど。長崎なんだべか。長崎さ。くずなるとね、ホタルの光が流れてきて、有線放送から流れてきて、寝ないとダメなんだわ。誰が眠れないんだわ、全然。なんだと。いや、あれでしょ、岩手県で、よく言うじゃないですか、九州だと、いわゆるセックスのことを、こう、まあ、あんまり言えないんですけど、こう言うでしょ。岩手だと何て言うんですか？これ何て読むんですか？ちなみに BOBO です。BOBO で、まあ、VOVO でもいいんですけどね。本当ですか？言いますよ、プロレスラーが昔いましたけどね、ボボブラジルっていうのがいましたけど、つなげて呼ばないと恥ずかしいもんで。岩手県って、そうですよ、これ絶対呼べないですよね。岩手県とか東北の方って、まんじゅうとかいませんでしたっけ？ちょっとそれに近い言葉だけど、妹真面目に答えてますけど、分かってるかな？分かってますよ。平常に戻してる妹です。全然違う。あまりそっちに呼ばないでください。そうなんですか。じゃあ、お姉さん代表で。重点的。まんじゅうって、へっぺとか言いませんでしたっけ？何ですか？へっぺ？いや、まんは言いますけど。いや、まんはどこでも言いますよ。まんは割とどこでも言いますけど、まんじゅうって言いませんでしたっけ？知りません。まんじゅうって、あれ？言わないよね。あと、沖縄だと、ホーミー。横文字だったら知らなかった。ホーミーって言うんですよ。びっくりしたね。ホーミーってでも聞いたことない。ホーミーって英語ですかって感じで言われていくと。ホーミー隊長。ホーミーきついって。いや、やばいですよ、それは。ちょっとわかんないです。ちょっとやばい。
いいですね。暑いですね。お二人は、はい、主にあの、はい、なんかウクレレ片手に、あの今日はなんか、なんかそうと思ってたんです。じゃあ歌いましょうか。あ、いいですね。はい、かわいいんですか。やっぱりあれですよ、まんじゅうの歌。まんじゅう食べたい。じゃあやめましょう。あのなんだっけ、あの世界は二人のために。三人ですよ。いいじゃない。今日は世界は三人のために。3P ですね。わかりました。じゃあ行ってみましょうか。じゃあバッカ殿様と。バッカ殿様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 と。あのあんみつ姫と。あんみつ姫と。清純姫と。あのルイ十四世と。いや、なんかよくわかんない。行きましょうか。はい。ちょっと拳が入るけど。いいですね。歌詞どんどん知ってます？世界は二人。はい、世界は二人だよ。あいあなたと二人。はい。なんだっけ。あなたと二人。恋。あなたと二人。夢。あなたと二人。二人のため世界はあるの。二人のため世界はあるの。いやー、やっぱりちょっと拳入んなかったな。いやー、さすがですね。やっぱり歌手が3人も揃うと。もうWe Are the World みたいになりましたね。そうですね。素晴らしいですね。なんか2つも歌ってましたよ、向こうで。歌ってました？いや、ノリがね。ねえ。めったに。そんなことはこれしかないでしょ。じゃあ、今後のですね、お二人のですね、はい、ご発展を今年の抱負なんかを最後にじゃあ一言ずつちょっと。そうですね。真面目にこうビシーなんて締めていただけると。結婚なんですよ、真面目に。結婚してないんですか、まだ。そうなんですけど。そうなんですか。子供もいないんですけど、いるわけないですよね、男いないと。いや、別に結婚してなくても子供がいてもいいじゃないですか。いいですか、とか。もし子供だけ欲しいんだったら僕にいつでも言ってください。あ、そうですか。子供だけだったら僕作りますから。そうですか。あと慰謝料とか裁判とか起こさないんで、子供だけ欲しければ僕に。私慰謝料狙っていきますじゃん。あ、それダメですよ。違うか。子だからだけにしといてください。子だねだけにして。子だね。どうですか、今年は新曲を出したいっていうか、まあ演歌の人ってあまりこういうこと言うとまたかなっていうふうに思われちゃうと嫌なんで、バラエティやろうかな。いいじゃないですか。いいじゃないですか。ぜひまた音楽日本に呼んでいただければ大変嬉しいなと思うんですけど。いくらでも、もう小作りに来たりして。小作り、そうですね、裁判とですね、慰謝料の請求がなければ。わかりました。じゃあ、はい、今日は最後にですね、この曲を今これで頑張ってるんですよね、この曲がメインで。はい、ね、これはブライダルソングなんですけど。ブライダル、ブライダル、ブライダル、ちょっと横文字苦手なんですけど。福山さんは何億円の挙式やるでしょうね。関係ないですけど。関係ないですけど。僕は結婚よりも子供を作る作業だけが好きなんですよ。好きなんですか。やっぱり割と吐き出す方ですから。ファンががっかりしますよ、そんなこと。いや、大丈夫です。もうずいぶん前にがっかりされてる。じゃあお二人に、じゃあですね、楽しみにしてます。じゃあこの曲を紹介していただきつつお別れということで、じゃあ最後に優子と八重さん、この曲を紹介してください。はい、あの日の朝に。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここでですね、私福山雅治の直筆年賀状当選者をですね、先週も言いましたが、もう一度ですね、発表したいと思います。横浜市磯子区陽光台、岡田夏子、滋賀県近江八幡市のですね、青山千恵、東京都北区中十条野沢智美、埼玉県上尾市平方野田陽子、あ、失礼しました、町田陽子、石川県七尾市、和倉町大井真由美、東京都豊島区上池袋大橋剛、千葉県、船橋市習志野台小島高美、京都市中京区、たこ焼く市踊り町、すごいですね、吉田真由子さん、長崎県北松浦郡鹿町町、下歌が裏面、そうなんだ、すごいんだよ、小松屋徹、東京都練馬区高野台塩屋初江、以上10名の方に当たりました。おめでとう。
というわけで、ここで一曲聴いてください。吉田智代の、冬が来た。仕事なき OL に一夜の夢を、リストラガールズオーディション。さあ、年明け早々めでたい企画、リストラで会社やバイトをクビになった美人セクシーおっぱいおっきいのの三拍子揃ったかわいそうな可憐な可能性のあるお姉ちゃんに次の職が決まる4月まで夢と職を与え、番組専属のセクシーガールズ、セクシーガールズとして活躍をしてもらおうというこの社会派企画もいよいよ大詰め。来週1月9日にはついに公開オーディションも行われるということで、今週はエントリーされた9人のリストラガール、リストラガールをご紹介しましょう。まずはエントリーナンバー、エントリーナンバーナンバー1からエントリーナンバー、エントリーナンバー5までをどうぞ。エントリーナンバー1番、白鳥由紀子19歳、神奈川県相模原市出身、身長160センチ、バスト84、ウエスト62、ヒップ88。バイトをリストラされた直接の原因は、同じ店の女の子とキスしているのを店長に見られたからという、白鳥由紀子という名の通り、ちょっと女好きのリストラガールです。エントリーナンバー2番、川口真希21歳、埼玉県入間郡出身、身長162センチ、バスト82、ウエスト56、ヒップ86。出版社でバリバリの広報ガールを務めていた彼女は、不況で子会社に移された挙句、そこで地獄のようにこき使われて自主退職するよう促されたという、リストラガールでも一二を争う悲劇のヒロイン。モテない男の気持ちをわからない福山雅治は嫌いという、ちょっぴり辛口な女の子です。エントリーナンバー3番、小口亜由子20歳、東京都小金井市出身、身長155センチ、スリーサイズは3つ。アルバイト先の喫茶店から明日から来なくていいよの急な一言でリストラされてしまった彼女は、4月からの就職先も決まらないという就職難民女子大生。あんまりセクシーじゃないけど、ノーパンも辞さないとやる気は満々です。エントリーナンバー4番、篠島恵子23歳、東京都東村山市出身、身長154センチ、バスト83、ウエスト60、ヒップ86。勤め先の歯科医が医者の治療ミスが原因で患者が激減、その結果医者とできていた一人の助手のみが残り、リストラされてしまった恵子さん。リストラガールズになったら温泉レポートがしてみたいという張り切りガールです。エントリーナンバー5番、山崎陽子23歳、東京都青梅市出身、身長159センチ、バスト81、ウエスト57、ヒップ85。バリバリの営業ガールだった彼女も、上司の執拗なセクハラ攻撃も無言のリストラ攻撃だったのか。ついには無念の自主退社に追い込まれ、今では花の栽培が唯一の気晴らしという温室ガールです。さあ、まずはエントリーナンバー、失礼、エントリーナンバー1番から1からエントリーナンバー5までを紹介しましたね。え、まあ、ここにですね、エントリーの人たちのプロフィールが書いてあるわけなんだが、まあ、好きな男性のタイプというところがですね、やはり予想通り小室哲哉、スピッツ不佐の知りません僕、さっぱりした顔とかですね、やはり、狙い通り木梨憲武、山根康弘、田辺誠一、長嶋茂雄一人も私がいないというところがいいですね。はい、お前ら誰の番組聞いてるんだ全部落とす
嘘でもいいからこういうのあいやいやいやいいんだいいんだそういうのはいいんだよな。うん、まあこういう、エントリーナンバーから、まずはエントリーナンバー1番から5番までを紹介したね。CM の後は残りの4人を紹介、そしてビッグなお知らせも待っている。それでは引き続きエントリーナンバー6、エントリーナンバー6からエントリーナンバー9。このうんねが必要なんだよね。としさんが言うところに、X ジャパンのとしさんが言うところによると、エントリーナンバー9までのレストランガールズたちを紹介しましょう。どうぞ。エントリーナンバー6番、森田光恵22歳、東京都世田谷区出身。身長167センチ、バスト87、ウエスト59、ヒップ88。ベルモ事務所に所属する彼女は不況のために全く仕事が回ってこないというプチリストラガール。本当は自分自身にも原因があるんじゃないのかと思わせるナイスなバディがたまりませんねん。エントリーナンバー7番、小島由里子23歳、茨城県土浦市出身。身長168センチ、バスト85、ウエスト62、ヒップ88。設計事務所で図面を引いていた彼女もある日突然にリストラ。その時の社長の決め台詞は、君を雇うぐらいならコピー機を1台買った方がマシだ、だと。リストラガールズになった暁には番組の制作費で宝くじを2000万円買いたいとほざくズレズレガールです。エントリーナンバー8番、池田のり子23歳、神奈川県横浜市出身。身長164センチ、バスト88、ウエスト60、ヒップ85。リストラされた原因は倒産。趣味は競馬、好きなタイプは長嶋茂雄と、中途半端は大嫌いなのり子さんはその名の通り竹を割ったような性格の巨乳女。この胸を生かした広告の仕事がしてみたいと意気揚々に語ってくれました。エントリーナンバー9番、宮田孝子18歳、東京都北区出身。身長163センチ、バスト81、ウエスト59、ヒップ87。塾の受付のバイトをしていた彼女は増えすぎた社員と不況で減りすぎた生徒のバランスを取るべくリストラ。会社の人にお前は使えないんだからクビだとまで言わしめたぐうたら根性とダメ人間ぶりを見てほしいという女の子です。さあね、明日なきリストラガールズ1番から9番までね、コメントを添えてね、本人のコメントを添えて紹介してきましたけど、いかがでしたでしょうかね。まあラジオをお聞きの皆様にもですね、大体こう分かっていただけたと思いますね。リストラされて当たり前だーと大丈夫の前で突っ込んでいた諸君、いいことだよ。いや、とはいえね、彼女たちもなかなか彼女たちなりにね、彼女たちなりに大変なわけですから、その人の枠ってものがありますからね。この世の中には、はい、いよいよ来週1月9日には日本放送銀河スタジオにて各界著名人を迎えての、最終審査ですかね、行われます。この審査員にはですね、飯島愛さんね、そして、パンチ佐藤さん予定しております。あとですね、パンチ佐藤に名前が似てるということで、グーフィー森。ね。いや、すいません。一応私の、有能なプロデューサーであります。ね。一応グーフィー森さんにもですね、お声かけようと思ってます。もしお嫌いでしたら嫌なんで、いいんですけど、一応グーちゃん来てね。もう迎えての公開オーディションが行われるわけですが、ここで、リスナーのみんなに緊急報告。一般のリスナーから限定50名で、ご観覧、ね、観覧審査員を大募集します。あ、素晴らしいじゃないですかね。50人で。じゃあこれはあれですか、一般リスナーの方の、丸抜というか、多数決ということもあり得るわけですね。ということは一般リスナーの方にも受けないといけないわけですね。大変だ、大変ですね。年齢は18歳以上。そう。18以上。そうじゃなきゃね、この入れないんですよ。正しい
判断基準を持った、ね、方、真面目にセクシーガールズの審査に参加できる良識のある人、ね、皆さんには良識のある人になってもらいます、ね、一般の参加者には良識のある人になってもらいます、私は良識のない人になりますからそういうふうに役割を決めた方が分かりやすい、なおですね、カメラ持ち込みなんていうのは持ってのほか、あとビデオカメラ、ビューカム、カセットテープレコーダーなどですね、持ち込みはいけません。これはあくまでトップシークレットでありますからね。なお深夜の帰りになりますので、あらかじめご了承くださいね。宛先はですね、郵便番号 100-87 日本放送福山雅治のオールナイトニッポンリストラガールズオーディション審査員募集の係まで、限定50名ですからね、リストラガールズオーディション審査員募集の係までです。それではですね、ここで普通のお便りを一枚紹介したいと思います。栃木県ペンネーム春。私の父は毎週この日のこの時間、とても眠い目をこすりながらトラックを走らせています。たくさんの事情があって、この日とあと何日か昼の仕事の他に夜の仕事で東京へ向かうんです。父は体だけは大丈夫なのですが、この間母とのちょっとした会話の中で父が、自分の体は自分が一番よく知ってるから、と、ぼそっと言ったんです。私は、どこか具合悪いの?と、すぐ聞き返しました。父は、よくはない、と答えました。その日はなかなか眠れませんでした。私は素直じゃなくて、言ってあげたいことがたくさんあるのに、伝えたくても伝えられません。だから、きっと聞いていると思うこのラジオを通して言わせてください。お父さん、お仕事今日も大変ですね。今頃眠い目をこすりながら我が家へ向かっている途中かな。思えばお父さんは仕事ばかりしています。一週間に何日暖かいお布団の中で眠れるんでしょう。当たり前のことなのに、それをお父さんはやっぱり布団の上はいいなぁってとっても嬉しそうに、本当に嬉しそうに言いますね。そんなお父さん、いつも心配してます。疲れた顔して帰ってくるとなんだか涙が出て、わからないように泣いたこともあります。どうか体だけは壊さないでください。私はお父さんが、家族が健康で元気でいてくれることが一番の願いです。お父さん、いつもありがとう。そしてこれからも体に気をつけて頑張ってください。私もお父さんに負けないよう、他人に優しく、自分に厳しく頑張ります。本当にありがとう。はい、というですね、親孝行なお手紙ですけどね、これがなかなかね、言えないんですよ、親には。なんかね、やっぱり照れちゃうんだよね、これがね。俺もね、ダメなんだよね、田舎の母ちゃんから電話かかってくるとさ、ちょっとね、そのついこう無下に対応してしまうんだな。ああ、今ちょっとちょっと曲書き、じゃあね、とか、切っちゃうんだよな。あとで、でもね、後悔するんだけどね、もうちょっと、きっと、お袋は、ね、たまには息子の声でも聞こうかなと思って電話してきたんだろうに。俺ってなんてバカ息子、バカバカとか思うんだけど、また次かかってきた時も、あ、何?何かよ?何?ん?ごめんね、ママ。それじゃあ、ここでですね、お父さんにトラックのドライバーということで、お父さん走り続けてください。オイラの曲プレゼントするぜ、福山雅治で風を探してる。福山雅治のオールナイトニッポン、この番組はポニーキャニオン、ブルボン、ポッカコーポレーション、アクセン社、ファミリーマート、ワニマガジン社、明星食品、日本ツーン、モーターマガジン社、三洋食品、野田クルゼ、以上各社の協賛で東京有楽町日本放送キーステーションに全国33局ネットでお送りしました。さて、新年一発目ということで、平成7年になりましたな。平成元年を迎えた私たちとしてはもういつの間にか7年になってしまって、早いもんだね。東京来てたからな、俺平成になった時っていうのは。ちょうどね、1枚目のレコーディングが、一番最初のレコーディングが終わったぐらいの頃だったかな。それでレコードが作ってさ、いつ出るのかいつ出るのかっていう風に待って、1年ぐらい出なかったんだけどまあそれにはね、いろいろまあ事情はあったんだけど、そ
そういえばあの日だなとか思い出すよね。その年号が変わった時っていうのはね、最初はやっぱり違和感あったよね、平成ってね。なんだかっちょ悪いなんて言ってんだもんね。だけどいつの間にかやっぱり慣れちゃうもんで、もう平成7年になってしまいました。来年平成8年にはですね、免許の書き換えも待っています関係ないですねさてこの後3時からは柿原忠さんのオールナイトニッポンですね。今週はリストラガーズオーディションの審査員をね募集しましたから、皆さん、我こそはリストラガーズの審査員として正しい目を持ってるという方はですね、おはがきください。郵便番号 100-87 日本放送福山雅治のオールナイトニッポンリストラガーズオーディション審査員の係ね。あとまあ来週からはね、また通常のコーナーいろいろ出てくると思いますんで、楽しみにしててください。いやー今日は本当めでたかったな。あの帯くるくるでね回るんだねあれ本当ね。あれさ帯したまんまさ着物でさ帯したまんまあの着物の下って何もつけてないじゃん。着物着たまんまあのセックスするのなんていうか知ってる知ってる知ってる、昆布巻きって言うんだって。中だけ食うっていうねらしいんだよ。昆布巻きやりてえやったやついいんだろうな。はい、この後3時から柿原太一さんのオールナイトニッポン楽しんでください。それでは新年一発目の放送、福山雅治でした。新曲変えよう福山でした。バイバイ。